はいどうも皆さんこんにちは、モッティです。さあ、いよいよワールド5に来ました。後半戦突入です。いきましょう。ワールド5-1、不思議な生き物ターくん。いやへー、不思議な生き物ターくん、ペンギンですよね、ターくんといえばね。さあ、いやでも雪の面といえばね、あ、かわいい。あ、でしかもなんか BGM もちょっとこうテンポ良くなって、ドこうね、ターくんね、こう上から踏めるし、ポーンってこう跳ねるしって感じなんですよね。そう、特徴的で、あの卵にはできないから結構こうめんどくさいっていう、そう、敵にするとめんどくさいんですけどね、なんか見た目が可愛いからどうしてもこうちょっとこうめでたくなってしまうっていうのはね、どうしてもこう人間の差が。そう、難しいのはこう卵がないので、この辺は本当にうまーくこう敵をこう踏みながら進んでいかないとアイテムとか結構取り逃しちゃうなっていう感じだと。あ、これあれですね、カチカチくんがいるってことは、カチカチくんはカチカチくんはターくんで倒せます。あ、倒せなかったですね無残な死を遂げてしまった。よし、ないでしょう。あ、ここフラワーか。まあ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 、やっぱカチカチくん最強説は変わりなーい変わりなーいですよね。結構ね、こう5面まで来るとちょっとトリッキーなステージが多くて、なんか雪だるまみたいな敵もいましたよね、確か昔はねそう、もうね、だからターくんにね、いつ押し出されるか分かんないからね、結構慎重にやっていかないとですよ。これね、上になんかない、あるなー、今なんかちょっとね怪しかったなと思った。よーしよ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 し、これ大丈夫、これ1コイン多分大丈夫だな。さあ、これ中間取っていくね。なんであそこだけ足場があるんだっていうのは、ちゃんと観察眼は必要ですよ、観察眼は。さあ、あ、これスイカの説明、ほい、青いスイカを食べたら氷の息を吐けます、敵を凍らせます。これ大事、これ結構ね慎重に使っていかないといけない。そう、こういうところでこうカチカチくんとかに使っちゃダメですよ使っちゃダメだよ、こういうのね、慎重にやっていかないと。あ、全然いっぱいちょっと思いのほかいっぱいあったね。ちょっと使っていくか、こんな感じに凍らせて倒すことができると。まあでも、あ、そう、5回、あ、結構吐けるんだな。で、なんだこの火の玉、え、この火の玉飲み込んどいた方がいいと思うよ。まさかね、ターくんじゃなくてカチカチくんにやられるとは思わないですよね。でもね、この面初めて。多分、ね、あ、すげえ、めっちゃ滑った。ターくんに倒されて、で、そんで落ちるんだろうなって誰しもが思うところなんだけど、卵って絶対大事。こいつ絶対食っといた方がいいと思う。そう、よしよしよし。で、カチカチくんを先に落としちゃって、あ、めっちゃ跳ねたね。カチカチくんも跳ねるんだ。で、さっき進んだ方がいいんじゃないか、これ。よし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 。いや、ちょっと結構シビアだな。ちょっといろいろ考えながらや。これは、さっきやった。これね、弾けるんですよ。よしね、ねね、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。で、どっかに入ろうかな。はい。よーし。ね、凍らせて滑らせるってアクションはスーファミではなかったんで、ちょっとここは1個覚えておきましょう、テクニックとして。多分またいつかどっかで使うんでしょう。はい、卵を作る。ここにこの土管を置いといたってことは、多分なんか卵使うんだろうな、結構な、先々で。さあ、ほんでこっちが、あわ、ぶね、怖っ完全に狙いに来てる。よし、やりに来てますな、ちょっとこう本気ですな、このターくん。さあ、どこだ、どこだ、見えない、足場が見えない。あ、これもこうか。よーし、いいですね。ここに来て新モーフィング、マジで。え、しかもヨッシー本体が動くわけじゃなくて、変身をしてボブスレーかな、ソリ、ソリでした。左右に傾けて操作、 A ボタンでジャンプ。怖いな、これ。どう行こう。あ、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 早い早い早い、はい、はい、あー、雪だるまがいた、雪だるまの敵がいたー、よっ。これ1コイン取り逃したでしょ、絶対。
絶対1コイン取り逃したでしょ。あ、あ、なんかめっちゃ止まった。あ、終わった。おー、これは不安だなー。これは不安だなー。でもしかも戻れないっていうね。もうだから行くしかないんですよ、これは。いやー、これはちょっと不安。でもまあもうもうもう、でも、いいでしょう。多分俺は信じて、全部取れたと信じて。で、これツララは？ツララは当たると確かダメージ判定があったんで、ツラレには当たらないように行くと。あ、え？え、ターくんってさ、ヒップドロップって倒せなかったでしたっけ？倒せないんだ、今回。あ！なんだこれ！めっちゃ可愛い。言う、わかるよ。言いたいことはわかるよ。言いたいことはわかるけど、すげえそれ難しくないか。かわいい。マジ。ペンギンってさ、なんかペンギン、リアルなペンギンってさ、可愛いですけど、なんかこう、デフォルメされたペンギンほど可愛いものがないですよ、マジで。もう大好きだから、この年。あ、上に出口があったってことは、ここボーナスステージ。あ、これいけるか。あそこで赤コイン1枚取り逃してなかったら、多分いけるはず。枚数的にはいい感じだと思う。さあ、これまた登ってる。これ結構あれですね、ターくんを利用して上に登っていくステージが全体的に多いんで、いや、ダメージ食らわない分、これ結構時間かかりそう。はい。上のターくんが予期しない場所にいて、あ、ちょ、むずい。え、むずい！めっちゃむずい！ちょ、めっちゃむずい。ピンボールかよって。マジで。ちょ、むずっ。離れた時に乗っかるのが多分いい。そうそうそう。今乗れてないの。今乗れてないの。ちょ、本当に下手。すげえシビア操作だ、そして。よし、オッケー。気合い入りすぎ。さあ、あと3枚で。あぶね、星の守りは多分、集まるな。あー、やっぱり？やっぱり、ですよね。下花も、あ、あるよ。ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ。ワンチャン、ない。ない。ない、わー、よくなったやっちゃったー。これやっちゃったやつだなー。完全にしでかした。しかもどっから？うわ。うわー、これしでかした。完全に。完全にしでかした。ちょ、待って。マジか。もうね、欲張るとこういうことにしかならないよっていうのもいい例ですね、ほんとに。マジで。マジでかー。もう一回やり直しか、今のところ。めんどくせえな。めんどくせえな。え、きれい！ごめんなさい。すいません。ね、避けろってね。そう、ゲームやりながらね、くしゃみしちゃうもんね、しゃあないですよね。失礼。多分大丈夫。ここカットかなぁ。ここカットっぽいなぁ。ここカットだなぁ、絶対なぁ。うわぁ、1枚取り逃してたか。大丈夫？よーし。しゃあない。これはしゃあないですね。あ、でも幸先よくメダル5枚ゲットですね。これメダルまだ30枚貯めたステージ1個もないんで、これ30枚貯まるとどうなるかって知らないんですけどね。よーし、オッケーオッケーオッケー。まあ、さっき落ちたことは見なかったことにしようっていうね。さあ、続いていきましょう。ワールド 5-2。アホ踊りは友達？敵じゃないの？友達なの？アホ踊り、is my friend。あ。なんかこのさ、気の抜けるさ、このテーマ曲なんだろうね。ペペペーペペペーっていう。ペペペーこれが名曲。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。3人組レベルじゃなかった。8人組ぐらいのレベルだよ。関ジャニ∞だろ、関ジャニ∞。意味がわかんない。8人組イコール関ジャニ∞っていう。あ、
これデブアホードってやつですね。ここに何もない。さあ、めっちゃいるなぁ。めっちゃいるけど特に何もないんだけど。なんか何もないのが逆に不安。上になんかある。こういうのをしっかり取っていく。これ、あれでしょう。うまーくこのデバーホードリの足場を使って、こういうちょっと高めにあるコインを取っていってねっていう、そういうことですよ、きっと。ただ当たってしまうと、ダメージはダメージで食らってしまうから、あ！これはわからなんだですね。しっかり気をつけていかないと。さあ、早速土管に入ってしまう。結構もうすでにアップコインは、はい！これはいっぱい出ましたね。いいですね。星のお守りで、これで30。なんかあれだね。初見プレイだとやっぱ星のお守りが一番溜まりづらいですね。30枚ね。さあ、なんもないの？なんかヘリコプター臭がすげえ漂ってるんだけど。アホ踊り。あー、なるほど。アホ踊りは友達っていうのはそういうことですか？つまり。アホ踊りにこれ乗れるんで、アホ踊りの高さをうまく調整しながら、行きましょうと。これね、うまーく調整しないと。いや、でもやばいよ、やばいよ、これ。はい！やばい！なんか、あー、戻れ！戻れ！よし！よかった。よかった。でって言いかけた。で、で、それでみたいな。で、みたいな。よかったよ、危ない、危ない。ここのまんまね、アホ踊りに乗っかっていけばいい。アホ踊り、結構いいですよね。なんか、のんきで可愛いなって。なんか、ヨッシーアイランド特有のキャラクターですよね。あれ、マリオにいたっけ？よし。アホ踊りって。アホ踊り食える？あ、食べられるんだね。いたっけ？なんか、あんまり他のシリーズでアホ踊りを見た記憶っていうのないんですけど。あや！は？あ、おーぶねー今！ちょ、待って、そういうさ、誤動作やめよう。ちょいちょい起こるこのヒップドロップが。まず、ヒップドロップの恐怖とも戦わなきゃいけない。あ、こいつは横に進んでいくパーターン。横に進んでいくパーターンのアホ踊り。誰がつけたかアホ踊りですね。かわいそうですね。名前アホ踊りって相当残酷だよね。冷静に考えて。アホ踊りって。いや、まあ、日本語だから、アホに聞こえるだけで、実はアホ踊りも、海外では天才鳥とか呼ばれてたりするみたいな。はい。え？どういうこと？あー、そういうこと？乗り換える。乗り換える。待って。20まで。20まで。OK。いや、20で取ったらワンチャンある。20で取ったらワンチャンある。大丈夫。また大丈夫。結構シビアだなぁ。こうさ、うまーく相手のアホ踊りがさ、来てくれなかったらさ、うまくできないんじゃないこれ。こうでしょ？待って、タイミング。あ、しかもごめん。今、見えた人には見えた。今見えた人には見えたぞ、これ。ちょっと待って、どうしようかな。この辺のコインだけ先に取っちゃう。あ、1枚取れない。1枚取れない。あのね、見えましたね、今ね。これ、一瞬乗り換えて、あ、左に行くんだなっていう誘導じゃないですか、コインが。はい、置いたって。違うんだよ。この先に、このまま乗っていくと、あるんだな。ほら、足場が。この足場に乗っかると、あれ？あ、別に。あー飛んでる！別に乗り換えなくてもいけますよって、そういうことが。単純に。ただ乗り換えた方が、フラワーとかあるから乗り換えた方がいいですよ、みたいなね。なるほどね。怖っ。って。はい！いやちょっと待って。ちょっとやることがいっぺんに多すぎるよ。はい。ここは？何が何が出てきた？めっちゃ跳ねたし、しかも。あ、わかんない。これで上に乗って、全然幅が高ないけど、ただ、この高さだったら多分、入れるはず。入れない。先にじゃあこっちやろう。はい。これはなんだ？赤コインが2つある。あぶれ、ちょっと待って。ほんとスレスレ。いやー、乗れないな。ギリギリ乗れない。ちょっと待って、3連星、白い3連星。乗れないんだけど。え、全然乗れないんですけど。待って、どうしたらいいの。この辺にまたアホ踊り出てこない。アホ踊りに乗るの？デブアホ踊りに乗って、アホ踊りに乗って土管に行くの？そういうこと？
多分そういうことだよな。いやー、際どいよ。よーし、乗った。オッケー。かなり慎重プレイになってきた。はい。お、フラワー取って、ちょっと待って、まし、そうなるな。まあ、そうなるよな。待って、はい。あれ？で、終わり？あ、赤コインが1枚だけあった。なんだこの19-4っていう。22-19-4っていう、なんかこういうね、もう寸前罰みたいな。これだってゴールでしょ、多分。なんか空気的にすごいゴールだもんね。ゴールだもんね。あ、まだある、まだあるよ、まだあるよ。若干先、あ、フラワーがあるよ。フラワーこれ、え、どうやって取んのこれ。え、どうやって取んの。え、え、どうやって取んのこれ。え、どっからアホ踊りで。あ、こいつだ。おー、たださ、どっちにしろさ、どっちにしろさ、赤コイン1枚足りないんですけど。どこ取り逃した。うわー怖い。どこ取り逃した。あったか。コイン取り逃したところはないはずだよね。ってなると、隠しか。なんか微妙な感じだな。もうちょっと、なんか本当に100点。マジ初見100点全然取れなくなってきたね。行きましょうか。ゴノさん、僕ね、旧ヨッシーアイランド、ゴノさんが一番好きですから。スキーリフトに飛び乗れ。果たして、あれだけね、いろんなスキーがありましたけど、どうなんだ、ゴノさん、今回は。木の後ろとかにコインあったりするとかないよね、さすがに。あ、雪だるまさんですね。雪だるまさんは、確か踏むと、お壊れるんだ。あ、なんかいる。え、え、何それ何それ。え、え、何それ。え、あ、あ、ちょっと待って、落ちた。やばい。あ、あ。必死か。どんだけ必死じゃん。コインなくなっちゃいましたね、卵ね。あ、そう、上から踏むと潰せたんですけど、じゃなくても、なんか、潰せるっぽいですね、今回は。横からボーンと当たっても潰せるらしい。ただ、これはこういうこと？で、足場ができて、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 その先にフラワーがある。はぁ、あ。なかなか、難しいの。難しいこと言うの。さあ、あ、ターくんですね。このターくん、あ！この雪玉は、これ実はあれなんですよね。ワンワン今なんですけど、多分でも大きさ的にワンワンじゃないやつなんですけど、押していくと、なんかあるんでしょう、きっと。よく壊れなかったね、むしろね。なんか普通に雪玉があんなクイーンに当たったら、これはわからない。これはわからないよ。普通に潰れちゃいそうですけどね。どこまで行く、どこまで行く、どこまで行く、結構なとこまで行く。さあ、ここに落ちたが。え？これは？これ多分、あ、しかも乗れない。ね、ターくんがいるんで、ターくんをちょっと連れてくる。ターくん、ターくん、あ、あ、ちょっと、あんなとこに、ちょっと、ターくん多分、これターくんいなくても取れるけど、ちょっと、取れない。いや、この1コインはこれわかんないね。いや、こういうのだな。多分さっき取り逃した1コイン。怖っ。で、この辺に雪玉があったんで、多分雪玉の上にターくん乗せて、ターくん乗せて、めっちゃ跳ねるな。あ、やばい。ちょ、ターくん言うこと聞いて。お願いだからターくん言うこと聞いて。あい、うま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 い！バッカー！いける。よーし！結構テクニックいるなぁ。あ、で？上に行った方がいい、先に。おっ！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 ちょっと待って。あー！危ない！フラワーだけ取りたい。フラワーだけ。したらあとは、あ、赤コインもあるね。ちょ、待って、なんだ、なんでヒップドロップ出るんや。なんでヒップドロップ出るねんちゅうね。あ、オッケー。1コインだけでしたね、赤コイン。あーね。怖い怖い怖い、これ。いや、満点。いや、もう初見満点は無理だな。あー、来ましたね、スキーリフトね。
待て。はい。フラワー。ちょっとターくんに取ろうか。ターくんに取ろうか。はい。あ。大丈夫。まだ卵1個だけあるから。1個だけあるから。大丈夫だ。集中していけば。あー、やっちゃったー、やっちゃったよ、これ。どうしよう。待って、なんもないの。あ、これなんだっけ、空手家さん食えない、確か。空手家さんは食えない。卵ない。ジュゲムがいるけど、ジュゲムは、なんで今踏んだし。ちょ、待って、全然ない。全然卵ないよ。ちょ、待って、あー、よかった。はい、全部ください、卵。はい。で、ここにジュゲ、あ、釣ってくるジュゲムと、あれなんだね、投げてくるジュゲムがいる。ちょっと待って。あれか、限界領域になってきたみたいな。ワンナップでした。はーい。今日このパターン多いな。なんかすげえ無理やりハテナ雲取りに行って、なんか全然みたいな。ワンナップみたいな。使えないみたいな。よし。大丈夫だろうな。よし。で、どけるとここになんかある。なんもなかった。しょ、よし。はい。取れない。頼む。赤子、あー、コインか。あのね、マジでね、ジュゲームのね、復活速度が早すぎ。一回。よし。はい、よし。これどうなのかな、ジュゲームの雲乗った方がいいんでしょうね、きっとね。で、上からなんか探索してった方がいいんだろうなって思うんだけど、ジュゲームは全然、あ、ね、そうなんだよ。あ、よし、来た。そう。やっぱね、ジュゲームがいるところは、ちゃんとやっぱ雲持って、コース全体見渡さないと、大体何かしらあるから、こうして左はないな。多分ね、なんかね、分かってきたんだよ。なんかね、こう、ヨッシーニューアイランドの制作者の気持ちをね、すごくね、分かってきてね。大体どの辺、ちょっと待って、今、俺、さらっとスルーしちゃったんだけど、木の陰になんかいなかった。さあせん。こういうところにもね、ちゃんと触れていかないとね。ちゃんとした実況者だったら、今のは、多分気づいて、みたいなことになってたと思うんですけど、そんなね、感じじゃない。いや、なんだ、この下のターくんも超怪しいんだけど。下のターくん怪しくない？いや、でも上に行く。なんかあるんだろうな、きっとな。ただ、下が、ね。あー、いや、怪しいな。お、足場ができて、で、これで、ターくんを上から入れることによって、よいしょ。入らない。よし。あ、でも全部コイン、あ、今 30? あ、30? すげえ。意外と食らってないですね、今ね、今回ね。バーカ！あ！ん？ん？いや、嘘！そんな高度テク要求する？そんな高度テク要求すんの？マジで？あー！出なかった今ー。A ボタン出なかったんですけど、マジで。訴訟。A ボタン出なかったんで、訴訟。マジか。やっぱなんかあったね。なんかね。え、むずないこれ。ちょ、むずい。いや、明らかにむずいんだけど。明らかにむずいんだけど、これ。全然一筋縄じゃいけないんだけど。いや、これ、間に合うか、これ。間に合うか、ちょっと収録時間結構微妙になってきた。やだー、撮らない。危ねえ、今。危ない。ちょっと、やばい。ちょっと収録時間結構微妙になってきたぞ、これ。大丈夫か？ちょっと、どうしよう。一回、これやって、違う、これ作って、こっち。ちょ、さ、このコースやば！左上にもなんかいる。いや、ちょっと、スレスレですね。はい、乗る。ちょ、A ボタン出し、まして。はい！よし、オッケー！いった、いいよ。で、こっちの方の左上とか、あるんだよなぁ！もうなんかね、そんな空気がね、漂いまくってた1アップでした。はい。はい、調子乗りました、すいません。でもこれ多分さ、
あそこの鉢8つ取っても、うわなんかめっちゃ出てきた、危ない。あそこの8つ取っても多分、あー無理だよね。やっぱフラワーだけか。やっぱ100点つらいな、むずいな。まあしゃあない、もう満点以外は何点も一緒ですから、ヨッシー・ニューアイランド。そう自分に言い聞かせていくプレイング。